イオン顕微鏡の模式図。針の先端から電気力線に沿ってイオンが放出される針の先端部の拡大図イオン顕微鏡で投影された発金の針の先端の画像。それぞれの起点は発金の原子イオン顕微鏡とはイオンを資料の画像化に使用する顕微鏡の総称で複数の形式がある。電解イオン顕微鏡は先鋭化した。 資料先端部を実空間短時間で観測できる投影型の顕微鏡。電子顕微鏡の電子の代わりにヘリウム、ネオンなどのイオンを使用して拡大像を得る装置。画像化に使用される粒子の波長によって空間分解能が制限される従来の顕微鏡とは異なり、フィムは原子レベルの解像度とおよそ数百万倍の拡大率を備える投影型の顕微鏡で、 極めて単純な構造でありながら原子を観測することが可能で世界で初めて原子の観察に成功した経緯がある。1951年に米国のペンシルバニア州立大学の EW ・ミュラーが草案。電解研磨によって針状に成形された白金やモリブデンタングステン等の交融点金属製の資料をヘリウム雰囲気中で 極低音に冷却して、電解をかけると、資料の先頭部において電解が集中するので、ここに接触したヘリウム原子は、イオン化され、このヘリウムイオンが、電気力線に沿って、スクリーンに投影され、起点が生じることで、資料表面の原子の凹凸が拡大して投影される。操作型イオン電動顕微鏡とは、操作型プローブ顕微鏡の一種で、 操作型トンネル顕微鏡の原理を応用して、資料表面の形状と電解質等の四流の二次元、分布情報を可視化する。ヘリウム原子を資料に照射して、細部の構造を可視化する。微細加工も可能。ありがとうございます。